はい、水谷です、今回はですね、実演系の動画をちょっとお送りしたいなと思ってまして、社員の方とか視聴者の皆さんからですね、まあ仕事に役に立つ話はよく分かったと、じゃあ具体的にどうやったらいいのか教えてほしいっていうね、声が結構たくさん来てましたんで、今日はですね、皆さんに第一印象を上げるときにね、どんな風に対応したらいいのかっていうのをね、直接皆さんに見せながら解説をしていきたいなと思います。商談の現場であったりとか、まあこれ友人関係プライベートでもそうなんですけども、印象がいいってこれは何やるにしてもプラスになりますんで、どういう最初のファーストコンタクトを取れば相手にいい印象を与えられるのかっていうのをね、一点だけ今からお見せするのはね、経営者としてというよりは、僕が前職時代にやってたやり方をそのまま皆さんにお伝えしようかなというふうに思います。でというのも、これ置かれてるこうポジションだったりとかステージによってね、求められてることって変わってくるかなというふうに思いますんで、特に20代前半から後半の若手のビジネスパーソンに参考になるような第一印象の相方を中心に今日お届けしたいなと思いますんで、最後までご覧ください。このチャンネルではビジネスに役立つ情報を配信しています。よければチャンネル登録、そしていいねと思っていただいたらグッド、悪いねと思っていただいたらバッドボタンを押していただいて結構ですんで、どちらか押していただいて最後までご覧ください。では、いい印象を与えるためにどうしたらいいのか早速やっていきましょう。どうぞ。失礼します。はい、はじめまして。はじめまして、プロゲートにさぎでございます。はい、ラッサと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お会いさせていただきます。はい、プロゲートにさぎでございます。ラッサと申します。よろしくお願いいたします。頂戴いたします。導入から意識してることって、はい、どういうところで意識してる？入ってきた時のアクションには結構気使っていて、まあ今日の場合はね、会議室やったけどね、開けた瞬間の第一声、これにまず一番気を使ってるかな。で、特に俺が20代とか営業の最前線でやってる時って若さが売りやからさ、うん、そのステージによってこう顧客から求められるものって変わってくるよね。じゃあ新卒1年目に抜群の知識とか知見を求めるかって言ったらそんなことはなくて、どちらかというと一生懸命さとか元気の良さとかバイタリティとか勢いみたいなところが求められるんで、それが伝わるように開けた瞬間の第一声、ハキハキ喋る、気持ちのいい挨拶をする、受付とかでも一緒よね。受付の人がオフィスの中通して会議室とかに案内してくれたりする。オフィスの中に入った時にはフロアの人全員に聞こえる声で挨拶をしたね。これ良くないパターンはね、もうこれボソボソっと挨拶したりとか無言で入っていく、これじゃやっぱ印象値上がらないですね。いかにそこの部分で他の営業とこの人違うなぁと思ってもらえるかっていうところで、そこの第一声はすごく注意をしてるよね。あと名刺交換の時の大事なポイントいくつかあって、じゃあいきなり名刺交換出してね、ごそごそっと相手のところに行くんじゃなくて、ご挨拶させていただいてよろしいですかっていうふうに俺は言ってたかな、当時で言ったら。で、当然相手の方に自分の方から行く、相手が来るのは待たないね。で、俺は先輩からね、まあ、星野先輩やけど、星野さんからとりあえずまだ若いうちはとにかく下から名刺出せっていう風に教わってたんで、今日もちょっと彼オーバーにやったけどねちゃんとそういうことを教えられてんだなっていう風にね。で、渡す時も渡す瞬間に相手の目を見るっていうのを意識してたね。結構ね、渡す時にこうやりがちなのがここに集中してしまってっていうところがあるんで、相手の目を見て渡す、でにっこり渡す、それだけでもだいぶ印象は変わるんじゃないかなっていう風に思う。お会いできて嬉しいですね。こちらこそありがとうございます。ラッシャーさん有名人なんで、はい、いやいや、そんなもないです。いや、すごくないですか、ツイッターとか SNS、はい、今5、6千人ぐらいは、そうですね、フォロワーがいらっしゃいますよね。御社、はい、のことを知ったきっかけが、はい、それこそツイッターだったんですよ、はい、オフィスのツイートされてらっしゃったじゃないですか、はい、あ、動画ですかね。そうです、そうです、そうです、はい、なんか100万回近く回ってて、はい、で、今日に至るみたいな形なんですけども、オフィスに来れたのもね、はい、嬉しいですし、本当に挨拶ちゃんとしてんのかなってちょっと安心なんできたんですけど、はい、よく言われてるじゃないですか、ツイッターとか YouTube、はい、僕信者なんで、僕、はい、めちゃくちゃ見てるんですよ、はい、イメージ以上ですね。ありがとうございます、はい、なんであれできるんですか、ね、人としてじゃないんですけど、はい、ってところで、うん、代表が挨拶についてはめちゃくちゃ伝えてます。そうですよね、はい、いや、すごい、すぐ真似します。ありがとうございます、はい、こうやってみて感じたのは、表情結構気を使ってるなっていうのを感じたかな。なんか相手が話してる時の聞き方とかもそうやねんけど、興味があるよっていうのを顔からも結構出してたかもしれない。やっぱ興味のないこと聞かれるって結構苦痛やっか。とりあえず天気の話しだしたとか、とりあえずオフィス褒め出したみたいな。で、それが本当に思ってることやったらいいと思うよ、全然。ただとにかく、まあ、なんか喋んなきゃいけないから言ってるみたいな、これはやっぱり心地よくないかなっていうふうに思う。
興味のあること聞いてるんやけど、結局これは相手のことを知るっていう行為だなっていうのをすごく感じた。でその情報が多分提案につながっていくんだろうなっていうふうに。なんでとにかくやっぱ興味あることをどんどん聞いていくっていうの、アイスブレイクの中で意味のあるアイスブレイクっていうところで言ったら、そういうところにつなげるのが一番いいんじゃないかなっていうのは感じたかな。なるほど、うん。ということでですね、すいません、ちょっと余談になっちゃったんですけど、今日お時間いただいたのが、ぜひ御社にブランディングの提案したいなと思って来させていただいてまして、うちの会社、企業のブランディング専門にやってる会社で、どんな会社づくりしたらワクワクする会社づくりできるかと。今、こう素敵なオフィスがあられると思うんですけども、はい、コーポレートサイト、ちょっと古いなと思ってまして、あれ結構前ですよね。はい、そうですね。はい、あれもう4年も年前とか、ね、あですよね。お気持ちわかります、はい、やっぱりね、あの実際のやつが一番最後になると思いますんで、はい、なかなか手を加えられないと思うんですけども、はい、そこをね、御社のことを一番よく知る僕に、はい、もう全部任せてもらえないかなと思ってまして、はい、でできれば御社のことをもっと詳しく知った上で一番いい提案をしたいなと思って今日寄らせてもらってると、そんな次第です。で導入はね、もうやっぱ手短に話すっていう感じかな。まずは俺名を名乗るタイプやからさ、自分たちがどういうサービスをやってる会社で今日何のために来たのかっていうのを簡潔に伝えるっていうのが俺のやり方で、これいろいろパターンあると思うよ。いきなりヒアリングから入るパターンもあれば、いきなりサービス紹介から入るパターンもあったりすると思うんやけど、これ俺の持論なんやけどさ、いきなりサービス紹介をもう15分も20分もされるとこれもうしんどいよね。特に経営者ってすごいこうせっかちやったりとかさ、もう自分の話するの結構好きやけんね。ってなったら相手に話をさせた方がいいことって結構多いよね。一方でじゃあいきなり相手に話をさせようと思ってヒアリングガンガンかけていくっていうのも、これもうヒアリングかけていくのはいいっちゃけどね、より効果的なヒアリングのかけ方をするために、俺は最初に簡潔に自分たちが誰っていうの話をしてるやんか。会社概要とか遠隔を上から順番に読んでいく人とか俺やん。これ聞いてないけどね、正直。だから別に会社概要の資料を出すのは全然 OK けど1分でまとめよっていう。今ちなみにね、浦下さんが一番会社の中で課題と感じられてる部分ってあんまないと思うんですけど、1個あげろって言われたら何あげますか。なかなか応募していただけてないっていう、なるほど、ところもあります、ね、なるほど、はい、なんかもっと全然気軽にエントリーいただきたいなって、はい、いやもうおっしゃる通り、はい、そこですね、うん、一つの大きな課題かなと思うんですけど、動きたくなるような動線作りっていうのがちょっと弱いかなっていう、うん、これちょっと一つ課題を挙げてきました、はい、受けてみてどうやったヒアリング。もともと知ってもらった体、うん、なんかいろいろ見てもらった体で話されていたので、うん、はい、課題がちゃんと伝わってるなっていう認識はあります、うんうん、なんでそれで言うと事前準備がしっかりしておけば、課題の確認と深掘りっていうところに注力できるよね。これが何も知らない情報やったらさ、全部1から10まで話してもらわなきゃいけないのか、はい、限られた時間の中で質の高い情報を得ようと思った時にやっぱり相手のことを知っとく、はっきり結構言ってたと思うよ、ここ課題ですよねっていうのを。ただこれはそこに至るまでの話の展開 の次第では全然相手に悪い印象を与えずにそこを持っていけるよね。西崎さんがなんかこう遠すぎない距離感で、うん、ただ近すぎないとか、うん、なんか失礼じゃないですか、はい、っていうなんか距離感を感じるんですけど、うん、なんか意識してる、めちゃくちゃ意識してるね、うん、変にかしこまりすぎたりとかフランクに行きすぎたりって、これどっちも良くないなと思っててさ、固く行きすぎるとすごいピリッとした緊張感の中で相手が自然な会話の中でね、言いたいことを伝えられなかったりとか本質的に持ってる課題を話せなかったりとか、逆にこうフランクに行きすぎるとこいつ舐めてるのかと、もう仕事できないなっていうレッテルを貼られて何も話してくれなくなったりとか、なんでこのバランスを取るってすごい大事だなって思っていて、言葉の使い方とかも締めるところを締めて崩すところを崩すみたいな、シリアスな話をするときと柔らかく話を展開するときと見比べてほしいんだけどさ、表情結構違うと思うよね。話してるときの口調とかも変わってると思う。だそれでこうバランス取ってるって感じ。いやもうおっしゃる通り、はい、そこですね、うん、一つの大きな課題かなと思うんですけど、オフィスのツイートされてらっしゃったじゃないですか、はい、あ動画ですかね。そうですそうです、はい、そうです。なんで気をつけるべきポイント、挨拶、声の大きさ、表情で話の聞き方、大きくこの4つぐらいじゃない、うん、そこがちゃんとできていれば話聞いてみたいなっていうふうに思える。今日やってみて感じたのは、お互いで一つの課題に向かって進行してってるような感覚が結構強いかなっていう、うん、一方的にこっちがこれって課題ですよねって話をするんじゃなくて、今の現状を聞きながら、あ、それだったらこういうことってないですか？いや、ありますよね。で、これがやっぱコミュニケーションを取りながらヒアリングをしていくっていうところなのかなっていう。うん、
うちの社員にやってるからね、本当の湘南の空気感はもうちょっとなんかナチュラルな感じになるかもしれないけど、今日振り返りやってみてね、あ、こういうとこ気をつけてんなとか注意してんなっていうポイントはいくつかこう見えたかなと思うし、これは言ったら人それぞれやり方があるから、俺のやり方が全部正解じゃないけどね、ただその中で少しでもヒントがあって今からねすぐ使えるようなものがあったら嬉しいなって思うけどね。今日みたいな動画もっとやってほしいということであれば、ぜひグッドボタン、いや分かりにくいという人はバッドボタン、動画をね見逃したくない方はぜひチャンネル登録、そしてコメント欄の方にこういった実践解説動画をやってほしいというご意見があればどしどしいただければ、そのご意見をもとにまた動画撮影していきますんで、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんかこれ今度お客さんでやってくれんかね。ああ、多分そっちの方がもっとなんかリアリティがある形に、ね、やっぱ浦島よう知ってるからね、はい、なんかさらから不眼鏡作りって感じで言ったら、はい、ちょっと細い部分なんですよね、はい、またやりましょう。はい、ありがとうございました。